はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3では続きをやっていきます。ジルが電車で脱出したところですね。で、場面はカルロスに変わりましたということで、目標はバード博士なる人物を探し出すことですね。こいつは相棒でも戦闘には参加してくれなそう。武器はアサルトライフルとハンドガン。弾が少ないよね。どっちで行った方がいいんだろう。ブラッド、やめろ。タイレル、マジかよ。ブラッド、お前まで。お、許してくれ、許してくれ。噛まれた。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。俺ハンドガン持ってた。おい、やる気か。ブラッド、許せ。外した。タフだ。行くぞ。え、ほっとくの？どっち？倒すの？ほっとくの？倒す。お、悲劇的な最後。ID カード。スターズか。役に立ちそうだな。ま、せめて。あれ、あいつどこ行った？中入ったの？あ、無理やり蹴破ったのか。一応ちょっとこっち見るだけ見る。もうちょっと時系列が分かんないけど、もうこの日付はレオンとクレアは楽園指定を出たのかな。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。まあどっちも一緒だよ。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくてひっ捕まえるのか。ふん、嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。いや、敵はあらかたレオンとクレアが倒してくれたはずだ。アイテムボックスってさすがに共有じゃないよね。一応ちょっとここら辺にアイテムがないかは見ておくか。まあさすがにバイオ2ほど警察署は捜索しないと思うけどね。グリーンハーブは回収しておくでしょ。こっちも行けないしね。ハンターとかいるのかな。この辺りは異常なし。なんだ、物がない。うん、アイテムはなさそうだね。行くか。こことかも。なんだこの妙なドアは。そんなものいいからバードを探せ。怒られてしまった。こっちから行けるけど、こっちももう行かないかな。じゃあ完全に通行止めになってんね。キープアウト。ここには近づかない方が良さそうだな。うん、なんかアイテムかと思ったら違った。では行くか。一応アサルトにしよう。弾的に少ないから。なんかアタッシュケースみたいなのがあるけど。ん？なんだ？ ID カード強化。 ID カードがツールボックスのキーとして使用できるようになりました。重火器や貴重品の他に活用してください。貸し借り現金。
これ、めちゃくちゃ入っていくだ。弾が1個だけ、こんなでかい箱に弾1個だけとか。あれ逆かは、ああ逆か行くんだね。じゃあこういうのいいよね、あのマップ使い回せるから。ん、いる、お、まだ生き残りがいんの。一体あれはなんだ。多分リッカーでしょ。ゾンビの仕業じゃない。あれ来る前、この光景あれだよね。だってレオンが来たらもうこうなってたから、来る前か。入れません。ここから逃げたのか。逃げ、よし、お出ましか。なんでよしなの。ちゃんとあのアサルトだけど、そんなに連射しないで弾を節約していく。タップ打ちへ行こう。待て、マジか。寝てろ。ここで来るか。外にいるな。うん、違う、ただの人か。すげえ、めっちゃ赤いんだけど足が。股間を狙おう、女性の。もだえた。おっと、びっくりしたな。もう噛まれてしまった。感染する。カルロスは抗体がなさそうだ。嬉しい、大歓迎。ご苦労なこった。こいつも股間を狙っとこう。じわってる、股間がじわってるぞ。痛そうだ。そしてアイテムは回収したい。で、どこだ？作戦会議室。あれ、スターズのなんとかってどこ？まあ、いいか、まあ。アサルトライフル持ってんのが、せめてもの、救いだな。先行手榴弾。おお、初だね。バイオ3で先行手榴弾は初めて。アサルト20発か。タイネル、聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か、わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。ロッカールーム CAP。 行けるところはここが空いた。結構いるな。いや、いっぱいいるな。しまったな。いや、めっちゃいるな。ガッチャ、いつものガッチャ戦法。どうしようこれ、来るかな。蹴破ってきそうだな。蹴破ってきたな。やばい、多少もう通りますか。あいつは気づかず、後頭部を狙う。あと復活するやつがいるかどうか。一発ずつだったらアサルトは、よし、仕留めた。股間大丈夫か。股間撃たれて飛び上がらないってことはもう絶対死んでるよね。オッケー。で、こっちもうこのスペードとか鍵がいるところはもういけないな、絶対。あいつも怪しいな、やはりか。永遠に寝てろ。なんか音、やっぱ音したわ。あいつもまだ生きてる。
ってお前もまた生きてたか。絶対一発食らう。もうこれ捕まれたら絶対一発食らうからな。ちょっと待って、すげえ使った。スプレー、よし。もうちょっと慎重に行こう。大丈夫で、オフィス行って備蓄換気もまあいけるはいけんのかな。いや、いけねえわ。くそ、鍵がかかってる。ん？じゃあどっち？ここがいけないからこっち。ID カード、スコープ、アサルトライフル用スコープ、サイト機能、命中性能向上、いいね。あ、なるほど。供述調書、ロドニー・グレー、無職、元電気工、爆発物製造及び不法所持、ボックス通り1442路上、不審な行動を取る容疑者を発見、所持品検査したら内ポケットから小型爆弾と時限装置が出てきた、現行犯逮捕、自宅より製造途中の爆弾が20個以上、ひどく興奮して取り乱している、聞き取れた単語、雨、死体、もうすぐ、突然叫び出したため取り調べ中断、再会後はぐったりした様子でボソボソ話し出す、俺はみんなのためにやったんだ、だってみんな知らないんだろ、死体が暗闇から狙ってることを、雨が降っても傘は無駄だ、濡れるのが嫌なら吹き飛ばすしかない、もっとたくさんの爆弾がないと、ああ来るやつらが来る、急がなきゃ、焼くんだ、死体は焼くものだ、そうだろ、ブルブルと怯え再び叫び始めたため取り調べ終了、鎮痛剤投与、精神状態が不安定で供述がコロコロ変わる、妄想がひどく会話にならない、医師の鑑定結果を待つ、押収した爆発物は非常に高い精度と威力がある模様、起爆装置の電池を外した状態で鑑識に回す、電池は備品保管庫にて保管、ウェストラッカー、あ、ハーブ、よし、これは組み合わせてしまおう。もうで、ハンドガン、ハンドガンが21-18か、ちょっとハンドガン使っていくか。アサルトがどっちになってんの？アサルトが上か。あれ、これでもそういけないよね、メインホールには繋がらないと。そうするとこっから上へ行くか。アイテムはこれだけかな。ん？ちょっと待って、どっから落とした？今入ってきたわけじゃないよね。お前は立ち上がれないか。そのまま起き上がることなく。何？タフだ。なかなかタフだったな。もう一発くれてやろう。いや、やっぱ音するわ。そうだよね。意外に強えな、アサルトの弾。ロッカーは大丈夫で、金庫、いや、わかんねえ。で、ハンドガン、金庫はヒントが必要だね。ここね。で、こっちから、あれ、どっちだ？まだ警官がうろついてるってことは、レオンとかが来る前だな、これは。もう一発で、よし、息絶えた。で、リッカーがどこで登場するかだな、問題は。撃つなんてやばいよな。こっちから行こう。ロッカー、レッドハーブ、だってロッカーの中になんでハーブが入ってんの。
所内回覧。あ、9157って書いてある。3桁ナンバー、耐熱金庫。左9、右15、左7。そのまま書いてあるし。で、ここは電気つけられる。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。どういうこと？ここってなんか暗くしとかなきゃいけないのかな。ちょっとやってみる。いや、なんかやっぱり手に入れてからまたここへ来る感じか。弾は結構あるからね。金庫を先に行くか。うん、2つあるからこれは預けておく。で、アサルトの弾って組み合わせで200までか。アサルト使ってこう。では、金庫を開けに戻ります。こうの、こう。で、ここ。で、ここ。左9。右15、左7、ガチャ。お、いいね。てかサイドパックとかさ、なんでこの中に入れてんの。そんなに大事なものを入れてたの、サイドパックの中に。見たところ何にも入ってないけど。ん、あ、自分の影か。ビビるわ。階段の上とかも。カルロス、スターズオフィスはその先だ。了解。ここ、あ、スターズオフィス、分かった。思い出した思い出した、あったね。畜生、ふさがってやがる。ここを経由していくか。で、ここなんかプシューってなってたけど、グリーンハーブ、あのレッドハーブと組み合わせろってことか。預けてきちゃったけど。相棒への手紙。ヘクタイ、このメモを読んでるってことは俺はもうすでに死んでいるはずだ。もしもロッカーから物音が聞こえてきても絶対に開けない約束だ。お前が見回りに行ってる間に俺は向こう側に行くための知恵を絞った。そこで思いついたのが爆弾で壁を壊すやり方。物はある、いい具合にセットもできた。だが起爆させるための電池がない。備品保管庫に片付けた。だから俺は保管庫の鍵を持ったお前を追って3階に向かった。だがシャワールームを出てすぐに襲われ噛まれた。すぐに傷口を洗ったが、さっきからおかんが止まらない。ロッカーを開けるなと書いた意味が分かったな。俺のことは気にせず一刻も早く脱出しろ、相棒ウェス。貸してた600ドルは返さなくていい。引っ越し祝いと思って受け取れ。幸運を祈る。いいやつだ。音する？いや、あ、ここ CAP って書いてあったね。そういえばここがそうかは分かんないけど。先行シールじゃん。音する？いや、やめとこう。やめとこう。賢明だよ。あー、電子部品。よし、じゃあ一丁ぶち壊してやるか。え、どういうこと？なんか電池を探すってことね。え、で、電子部品だけ手に入れたけど、これどうすんの？上また行けんのかな。3階に向かったって言ってたね。そういえば行くか。一応お前も。ちょっと待って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 、タフだ。股間を狙う。
大丈夫です。アサルトはね、一発一発の価値が低いからね。まあ、連射用だから。鍵でここにいる。お、相棒かこいつ。アサルト。え、ここは、ここも CAP で開くのかな。それはさすがにないな。ダメだ、別の何かが必要だ。あれ、ちょっと待って、ダイヤル式の鍵、3階に向かってこっから先は行けない。あ、あれ、これ行き止まりだったっけ。ちょっと待って、なんだ、わかんねえぞ。シャワー室の壁を破壊する。やっぱ電池を手に入れて、てかなんかさ、左ロードかなんか入ってんだけど、なんか怖い。でここがだってこれでしょ。で壁をぶっ壊さなきゃいけないんだけど、戻るか。え、この電子部品をどうすればいいんだ。来た、はい、来た。これはもう氷を、強い。ちょっと待って、回復はまあまあまあ、まあできてる。そうねんでしょ。 OK。 いや、アサルト強えわ。これだって電子部品関係ねえし、やっぱ鍵だな。ここであいつが出てきたってことは、なんか、カメラ屋さんのところに行くか。意味あるかわかんねえけど。ちょっと電気つけてみる。いや、関係ねえよな。アイテムを、レッドハブ、取り出して、組み合わせる。使い込まれた鍵、そうだ、鍵手に入れたんだよ、そもそも。この鍵を使えばいいんだ。これどこで手に入れたっけ、全く覚えてないんだけど。で鍵はもういらない、捨てる。あ、捨ててなくね。今人いなかった、いたよね。いや、ちょっと近づきすぎたな。寝てろ。死んでるか。中に入ってそうなものない。ここはグリーンハーブをゲットして終わり。ここか。109、106、104、全部撃てんの。ああ、4番から撃ってくか。ガッチャ、あ、電池だ。あとは106も開けとくか。あれ、なんだ、あ、弾か。あと109だっけ。手榴弾か。よし、じゃあ一個一個回収していこう。え、
取れた。電池で、これはもらっていくよって言ってたけど、組み合わせて新刊よしで、アサルト30発、1回に手に入る弾の量がやっぱ多いよね。199発と32発か。まあ、ん？なんだ？こっちにあるぞ。3階のロッカー。DCM。DCM。一応セーブしていこう。うん。落っこってきた。始末するか。近づくな。もう一発股間、いや股間に当たんなかったな。俺の腕もまだまだだ。じゃあでリッカーかな、一体だけかどうかっていうところだよね。またロードが入っている。新しいフラグが立ったか。一応先にこっち DC え DCM アサルト OK。 アサルトはいいねやっぱり。ってこうでしょ。ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。俺がほとんど敵を倒したというのに。3ってない、3秒決定。急げ。すげえな、これ個人で作り出したんでしょ。この野郎。めちゃくちゃ弾無駄にしてるわ。お前なんだ、なんで一般人がいるんだ。くそ。そう慌てるな、順番だ。え、まだいる。うわ強気のことを言っておきながら、ちょ待って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 。またこいつか。くそ、弾がねえんだよ今。弾がねえっていうか、で回復しよう。一体どこから来た。くそーマジで邪魔だ。一回逃げ込むもん。これはスターズ部屋に超元気な感じでやってるけどさ君追われてるからね今。バード博士。やっと繋がった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。あたりは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもなる。いや警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはそれよりバードだが、
引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。お前どうやってリッカー乗り越えてきたの？少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。俺こんな死にそうなのに。まあまあコーションはコーションだけどね。すげえ普通に入ってきたけどさ。あいつはマジ強いな。あのハゲなんて名前かわかんねえ。このハゲなんか救急セットみたいなのがあるよ。お、本当に入ってた。他に使えそうなものね、外には出たくないんですけど。アイテムはまあ預けるってほどでもないよな。ん、これは先行手榴弾もさっきのところで使うべきだったか。ID カード、アサルトライフル、パソコンは無理。病院ってどこだ。じゃあ警察署とはもう違うんだね完全に。洋館事件についての報告書。アンブレラ所有者の洋館にて発生した猟奇事件。スターズブラボーチームが行方不明事件の捜査のためアークレ山地に行きました。アルファチームも行きました。で、洋館を爆破解体し事件は収束しました。スターズの生還者は5名、生物兵器に関する違法な実験やってました。証拠はありませんでした。前列にいるのはジルか。もう誰が誰だか分かんねえんだけど。え、外行きたくねえ。ああ、どうした。脱線した。怪我人はジルか。おい、マジか。なんだって。ジル、ジル、何があった。ジル、答えろ。悪い、行かなきゃ。分かった、バードは任せろ。スターズオフィス。いや、悠々と出てったけどリッカー生きてるからね。カルロス急行。数分前、地下トンネル内。これトランシーバーみたいなのってさ、どこまで通信できんの？すごくない？地上への出口を探す。というところで体力は一応元気だね。じゃあカルロス編は一旦終わったので今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。